頭のおかしい子がいるし、息子は転校させた方がいいな。は？知らない人に向かって新しいパパだなんて、リレーの時に頭のネジでも落としてきたか。運動会からの帰りに言われたこと、まだ気にしてたんだ。最悪な気分だよ。見間違えたんじゃない？そんなに神経質にならなくてもいいと思うけど。あんなこと言うとか、知能が低すぎる。赤色の鉢巻きだったね。2年生かな。カイトは知らない子だって言ってた。息子と同じ小学校だなんて、アホが映るんじゃないか。感染症じゃないんだから。で、あなたは今どこにいるの？一人で散歩してる。大丈夫？何が？運動会が終わってからほとんど喋らないし、顔色も悪いから心配。大丈夫だよ。冷や汗までかいてたじゃない。あいつに会ってから気分が悪いだけ。あの子のお母さんも何を言ってるのって慌ててたね。そりゃそうだろ。自分の子供が人様に迷惑かけてんだから。まさか本当に新しいパパとかじゃないよね。あ？ふざけんな！そんなわけないだろ。俺がいつ浮気したって言うんだよ。証拠でもあんのか？冗談のつもりだったんだけど。え？そんなに怒るとは思わなかった。怒ったふりだよ。びっくりした。本当に？当たり前じゃん。急に怒り出すから実際に浮気してるのかと思っちゃった。愛する妻と可愛い息子がいるのにするわけないだろ。よかった。最近携帯を肌身離さず持ってるし、浮気してるんじゃないかって気になってたんだよね。仕事の電話がいつ来るかわからないから。仕事用の携帯持ってたよね。あれ古い機種だから音が聞こえにくいんだよ。そうなんだ。俺はそれだけで疑われたの？あとなんか急にスキンケア始めだしたし。30過ぎたら男もおしゃれしないと。もう7年も過ぎてるよ。細かいこと言うなよ。あまりいろんなこと気にしてると老けるぞ。それはやだな。もっとおおらかに生きようぜ、マキちゃんみたいに。誰？ああ、姉ちゃんの名前。お姉さんの名前、アキだよね。ああ、打ち間違え。怪しい。充電切れそうだ。この話は終了。ちょっと。君が好きなエシレバターケーキ買って帰るから待ってて。嬉しい。私好きなんだよね。でも開店前に売り切れるのにこんな時間から買える？店長が知り合いで特別に取り置きしてもらってる。知らなかった。そういうわけだから楽しみに待ってて。夫は宣言通りバターケーキを買って帰宅しました。 LINE の内容を追求しましたが、はぐらかされてしまい、運動会や LINE での夫の不自然な言動はなんだかモヤモヤします。私の名前はひとみ、36歳の専業主婦です。先日の小学校の運動会は土曜で、夫の仕事も休みだったので夫婦で参加しました。知らないお子さんから新しいパパと言われた夫は本気で息子の転校を考えているようです。運動会の翌日、夫は新しい小学校を探すと朝からパソコンとにらめっこしてました。それからしばらくして、あの子の正体ととんでもない事実が明らかになるのです。2週間後。カイトの怪我は大丈夫なのか？数箇所の打撲と擦り傷はあるけど、命に別状はない。今はショッピングモール内の医務室で寝てる。まさかこんなことになるなんて。
トイレに行くんじゃなかった。私が離れたせいであの子は。カイトがエスカレーターから転落したのは君のせいじゃない。あの子が大変な時にどこにいるの？突き落とした犯人を探してる。どういうこと？カイトは運動会で会ったあの頭のおかしいやつに後ろから突き落とされたんだ。あ？俺たちの後ろに一人で立ってたんだ。あんな小さい子だけでここに来たっていうの？エスカレーター横で君を待ってたらこっちに向かってきた。その後カイトの背中を勢いよく押して。倒れてるカイトの近くにあの子の姿はなかったわ。すぐ逃げたんだよ。絶対許せない。どうしてカイトを？あんな暴力的な子供がいるなんてあまりにも教育に悪いな。親は近くにいなかったの？はぐれたんだろ、アホだから。カイトが何をしたっていうのよ。あんな危険な奴と一緒の学校なんて耐えられない。すぐにでも転校の手続きをするよ。探してるってことはあの子の特徴分かってるんだよね？当たり前だろ。どんな格好してた？緑のトレーナーに茶色の短パン。なんで？迷子センターで呼びかけてもらおう。え？小学生がたった一人で不安に決まってる。凶悪犯の味方をするのか？カイトを突き落とした理由も知りたいの。俺が見つけて聞き出すから。今様子を見に来てくださった店員さんに呼び出しをお願いした。余計なことすんな。え？先に見つけて口封じしないと。何言ってるの？あれ、説教って言ったつもりが口封じになってる。無理があるでしょ。どういうことか説明して。間違えただけだって。とにかく早くあいつを見つけないと。転落して体中が痛いのにパパは近くにいない。あの子がどんな気持ちだったかわかる？え？かわいそうに。私が駆けつけた時、パパどこ？痛いよって大泣きだったのよ。そりゃ痛いだろ。一番上から下まで転がり落ちたんだから。自分の息子が目の前で落ちたんだよ。なんでそんなに冷静なの？まずい。何？迷子の呼び出しだ。カイトが起きたら私も迷子センターに向かう。来なくていい。俺が一人で対応する。あ、ちょっと待って。どうした？本当にあの子が突き落としたのよね？うん。あの子とあなたは無関係なんだよね？なんでそんなこと聞くんだ？別に。とりあえず今日は実家に泊まることにしたから。急だな。翌日。まだ実家？うん。迎えに行こうか？必要ない。いつ戻る？一生帰らない。え？大切な息子を危険な目に遭わすような人とは生活できないって言ってんの。何の話？昨日ショッピングモールで自分がしたこと忘れたの？俺が何をしたって言うんだ？カイトをエスカレーターの上から突き落とした。これは俺じゃなくて。黙れ。え？全部聞いた。はい。あんたがあの子を探しに行ってる間、私とカイトは医務室にいたでしょ？うん。迷子の呼び出しがあったすぐ後くらいかな。あの子が泣きながら医務室にやってきたの。え？はぐれたママを探してたら偶然あなたを見つけてパパって声をかけたんだって。記憶にない。僕が声をかけた後、パパはそこで寝てる子をエスカレーターから突き飛ばしたんだって教えてくれた。ユータの妄想だ。なんであの子の名前を知ってるの？あ、知らない子だって言ってたじゃない。ユータって感じの顔してるから。俺大体顔見ただけで名前が当てられるんだよね。
どんな顔だよ。あんたがこんな最低人間だったとは思わなかった。とにかく、あいつの話は全部嘘。ファイトを突き落とした後、鬼みたいな顔で向かってきたから怖くなって逃げたとも言ってたよ。突き落とした理由を聞こうとしただけ。本当に？当たり前だ。実はね、偶然あなたがカイトを突き落としたところを目撃した人がいるの。え？ちょっと離れた場所だったし、初めは見間違いかなって思ったらしいけど。冤罪だ。その後、おぞましい表情の男から泣きながら逃げる子供を見て、ただごとじゃないって直感したんだって。くそ、そこまで見られてたのか。その人、自販機の裏でうずくまるあの子を見つけて保護してくれたの。おせっかい野郎ね。転んで足を怪我しちゃったみたいでね、医務室に連れてきてくれた。もう言い逃れはできないよ。くそ、こんなことならさっさと転校させとけばよかった。暴力的な子供がいるのはカイトの教育に悪いって言ってたわよね。それがなんだ。教育に悪いのはお前の女癖だよ。浮気してたんでしょ、あの子のお母さんと。誤解だ。既婚者と浮気して俺にどんなメリットがある。去年離婚されたそうじゃない。突然パパがいなくなって、ゆうたくんすごく寂しくて毎日泣いてたって言ってたよ。それも聞いたのか。おじさんが新しいパパだよなんて嘘よく言えたわね、このペテン師が。仕方ないだろ、ベッドで仲良くしてるとこ見られたんだから。ちっしょ。おもちゃもお菓子も何でも買ってやったのに、あんな形でバラされるなんて。運動会の日からあんたが家に来なくなって、新しいパパもいなくなったのはもしかしたら自分のせいかもって思ったそうよ。実際そうじゃん。この間はショッピングモールで母親とはぐれた後に偶然あんたを見つけて、謝ろうと思って声をかけたんだって。あいつがパパなんて大声出さなければカイトが振り向くこともなかった。は？カイトに知られたら浮気してたことが瞳にバレるって思ったんだよ。まさかそれでカイトを突き落としたとか言わないよね。仕方ないじゃん、ああするしかなかった。最低すぎる。そこまでして浮気を隠したかったなんて。あいつが落としたことにしてカイトを転校させるために引っ越せば浮気もバレないと思ったのに。このクズしばくぞ。あいつの逃げ足が早いのも計算外だ。どういうこと？すぐに転校ができるわけじゃないから脅して口封じしようと思ったんだ。かわいそうに。新しいパパだと思ってたおじさんに追いかけられて怖かったでしょうね。カイトにしたことは不可抗力だったんだよ。どう考えても違う。大した怪我でもなかったんだから結果オーライじゃん。そういう問題じゃない。親として、人として最低な行為よ。確かに俺は少しやりすぎたかもしれない。だけど君とカイトを失いたくなかったんだ。喋るな。私はあんたのおかげで自分の命より大切な息子を失うところだった。う、絶対訴えるから。身内を売るのか。離婚するからもう他人。俺が悪かった。あの女は遊びで、本当に俺が愛してるのは君なんだ。そんな浮気の定型文いらない。反省してる。そうだ、君が好きなエシレバターのケーキ買って待ってるから考え直して。そういえば運動会の日に買ってくれたバターケーキ、本当は浮気相手と食べるつもりだったんでしょう。え、ゆうたくんが言ってた。前日に買って、運動会が終わったら3人で食べようって約束してたのに、あなたがどこかに持って行ったから、あの子のママ怒ってたそうね。瞳の大好物だからご機嫌取りたくて。また一緒に食べよう。あんたなんかと食べたらケーキに申し訳ないわ。
離婚届は郵送します。もう二度と私の前に現れないで。後日談。その後私は夫と離婚。夫には浮気の慰謝料200万と養育費600万を請求。浮気相手にも100万の慰謝料を請求しました。ショッピングモールの監視カメラにカイトを突き飛ばす姿がバッチリと映っていて、夫は傷害罪で逮捕。慰謝料の件で面会に行った弁護士さんによると、よっぽど刑務所での暮らしが辛いのか、10円ハゲがたくさんできていたそうです。ゆうたくんの母親は、子供がいなくなったのをいいことに、別の男とホテルに行ったと知った時は驚きました。今後、彼の世話を母親が放棄する可能性を感じた私は、小学校に相談。現在、あの子は転校して、今は本当の父親と祖父母の家で幸せに暮らしているそうです。今回のことがきっかけで、カイトとユータくんは文通仲間に。先日、ユータくんと彼の父親がエシレバターを持って遊びに来てくれました。やはり、出来たてのケーキは最高です。